クロード・パー・ルーブル宮殿。クロード・ペローは17世紀のフランスの学者、建築家である。建築家としては、ルーブル宮殿の東ファサードの設計を行ったことで知られる。フランスの詩人、シャルル・ペローの兄である。パリで生まれた。パリで医学の学位を得て、1666年に、王立科学アカデミーの最初の会員に選ばれた。 動物の解剖学の分野で多くの研究を行った。パリの解剖学者のグループの重要な人物となり、哺乳類、鳥類、爬虫類の感覚器官や鳥の飛行器官の解剖学的研究は、メムワーズ・ポアー・サービア・エル・イスト・アール・ナ・チャール・デ・アニモ・オプブルとして発表され、ヨゼフ・ギシャード・ドゥ・バーニーの研究も紹介した。機械工学の著書として、 楽位でプラース・ユア・マシーンズ・でニューベル・インベンションズもあり、これはクロードの死後、シャルル・ペローによって出版された。この中に音響学に関する重要な成果が著述された。建築家として最も知られており、ルーベル宮殿の東ファサードの設計者として知られている。この仕事は王室建築物総監のジャンバティスト・コルベールが招いたイタリアの建築家、 ジャンロ・レンツォ・ベルニーニの設計に代わって採用されたものである。ペローの中老として知られる雄大な造形はフランス古典主義建築の最も完成された姿とされる。その他にパリ天問題やいくつかの教会建築や設計を行った。共和制ローマ期に活動した建築家、建築理論家、ウィトルウィウスの著書を翻訳したことでも知られる。ハザード・ジェイ、クロード・パー、 フェーマスアーキテクト、アンノンフィジシャン、アンタイリングリサーチャー、ヒストサイメット41、399406、プミド1845300パーは、植物の学名で命名者を示す場合に、クロードペローを示すのに使われる。ありがとうございます。